関西文化学術研究都市。関西文化学術研究都市は、創造的な学術、研究の振興を行い、新産業、新文化などの発信の拠点、中心となることを目的として、大阪府、京都府、奈良県にまたがる京阪な丘陵、平方丘陵、生駒山、八幡田丘陵、田辺丘陵、大野山、奈良山丘陵に建設されている広域都市の故障である。 愛称は、京阪な学研都市、京阪など略称とされ、また単に学研都市と呼称されることもある。また、聖火、西木津地区は、都市景観百選に選定されている。以下、本校では、学研都市と表記する。建設の契機は、京都大学名誉教授の奥田東が中心となった、関西学術研究都市調査懇談会、通称、 奥田懇談会の提言によるものが大きかった。奥田は提案の理由を、ローマクラブの研究報告、成長の限界、ローマクラブ人類の危機レポートを読み、その内容に深い衝撃を受けたためと語った。奥田懇談会に参加していた、国立民族学博物館館長、当時の梅沢忠夫は、学術研究都市構想が、理工学系の研究だけを重視する方向に偏る、 ことを危惧し、文化開発の重要性を指摘した、新京都国民文化都市構想。梅沢のこの提案をきっかけとして、学術研究都市に文化の子が加わり、文化学術研究都市と呼ばれるようになった。国土交通省は、学研都市の建設の理念を、産、官学の連携の強化と、文化、学術、研究の国際的、学際的、 業際的な交流の推進としている学研都市には基礎研究などの中心となる地域として文化学術研究地区、文化学術研究ゾーンが設定されており開発が進められている。文化学術研究地区以外の地域は周辺地区と呼ばれる。学研都市は1994年に都市開きが行われた。 学研都市はバブル景気時代に建設が始まったにもかかわらずバブル崩壊後も計画が中止にならずに建設が進められてきた。しかし2003年には木津地区での宅地開発計画が中止された。学研都市で開発計画が中止に追い込まれたのはこれが初めてであった。他にも大手企業が研究所を閉鎖して撤退した地区や 施設の誘致が進まず、空き地が目立つ地区、研究地区から住宅地区への変更、用途地域の変更を検討している地区もある。さらに、2002年には住友金属工業が2004年にはバイエル薬品とキャノンが学研都市から撤退した。計画が変更されている背景には不景気、需要の低迷などがあった。さらに、企業が基礎研究から 研究開発に重点を移しているなど、企業の研究に対する姿勢の変化が原因とも言われている。しかし、学研都市での研究が成果を上げていることも事実であり、今のところ、計画の大幅な変更は発表されていない。2013年頃から、景気回復と災害リスクの低さが評価されて、再び企業進出が進んでいるほか、 研究施設ではないが三菱 UFJ 銀行や日本郵政が事務センターの設置を決めている。当初は職住一体の町を計画していたが、実際には大阪市や京都市の都心に働きに出る人が多く、漁師へのベッドタウンの傾向が強くなっている。2015年4月現在、総人口は24万6807人、計画人口は41万人、 文化学術研究地区の人口は9万1223人、計画人口は21万人である。大阪府、京都府、奈良県の三府県八市町、伊香山省にまたがる、丘陵地帯に位置している。聖火町は、全域が、学研都市の区域に含まれている。総面積は、およそ1万5千0 0ヘクタール。そのうち文化学術研究地区はおよそ3600。 ヘクタールである。計画人口は約41万人。JR 学研都市線、近鉄京阪な線の名称は学研都市が由来である。北陸新幹線の京都駅から新大阪駅間のルート選定にあたり、関西文化学術研究都市付近を経由する南側ルートが想定されている。当初は聖火、西木津地区に新駅を設置して、 奈良県伊駒市を経て新大阪へ至るルートであったが、国土交通省の試算結果では、費用対効果が得られず、奈良県からは、負担するメリットがないとて反対されたことを踏まえて、再検討され、奈良県を通らず、京田辺市を通過し、松井山手駅付近に新駅を設置する案が、与党整備新幹線建設推進プロジェクトチームの案として採用されている。また、 奈良市は近傍を通過するリニア中央新幹線の新駅設置場所についての考えを尋ねる県のアンケートに奈良市北部の関西文化学術研究都市が妥当と思われると回答している。1987年6月9日に交付、施行、要点を以下に記した。学研都市には12の文化学術研究地区が設定されている。そのうち 普賢寺地区、京都府京田鍋市付近と北田原地区、奈良県生駒市付近は未着手である。立地施設の数は2015年4月現在で124施設、就業者数は7774人、内外国人が222人である。1986年6月に設立された国土交通省所管の公益財団法人、都市建設及び運営、 新産業の創出と産業振興を活動の日本柱とする。理事長は2011年6月、矢島秀俊、島津政策所会長から引き継ぎ、公益社団法人関西経済連合回復、会長の柏原康夫、京都銀行会長が就任した。国、自治体、経済界の連携、支援のもと、京阪なプラザ内に本部を持ち、 環境エネルギー産業をはじめ、学研都市発の新産業の創出と振興を目指し、公的資金等を活用した、様々な新産業創出、プロジェクトを実施している、公的機関である。常務理事、事務局長は、稲田進む、UR。また、公益社団法人関西経済連合会内、大阪市北区に大阪オフィスを設置している。大阪オフィスは、 関西経済連合会が1996年に設立した新事業支援機関である IIS 新事業創出機構を母体とするものである。2009年7月に三間学で設置された京阪羅新産業創出交流センターを統合、一層の機能強化が図られた。2012年4月に公益財団法人へ移行した。 同じ研究都市である筑波研究学園都市が茨城県筑波市一市,市のみに位置しているのに対して学研都市は三府県八市町にもまたがっており12の文化学術研究地区や周辺地区を武道の房のように分配置、クラスター型しているため全体を統括することが難しくなっている特に各地区をつなぐ道路網は未完成であるまたそれらの全体をつなぐ 公共交通機関がない。既存の鉄道駅から離れている地区も多い。例えば、都市全体の中心である、聖火、西木津地区に公共交通機関で行こうとすると、近鉄京都線新放送の駅、JR 学研都市線放送の駅、または近鉄京阪な線学研なら富川岡駅でバスに乗り換える必要がある。近鉄京阪な線も、現段階では、 学研都市の区域の一部をかすめるだけで文化学術研究地区に乗り入れておらず、学研都市全体へのアクセス路線というよりも、奈良市北部のベッドタウンから大阪市内への通勤、通学路線という性格が強い。計画当初に危惧されていた通り、立地する研究機関は理工系のものが多く、文化系の機関はまだまだ数が少ない。 国立国会図書館関西館や私の仕事館があるが、校舎は行政改革の煽りを受けて赤字が問題視され、2010年には廃止されてしまった。梅沢忠夫の新京都国民文化都市構想での提案を受けて京都府が推進しようとした国立総合芸術センター、世界最大の芸術博物館、芸術劇場、芸術研究所、 芸術文化大学校などからなる巨大複合文化施設であるが現在のところでは実現の目途は全く立っていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。